今日県内では新たに218人の感染が確認されました感染が確認されたのは仙台市発表分が73人県発表分が145人の合わせて218人です先週の火曜日と比べて48人増えました保健所や市所別では石巻が37人塩釜と黒川がそれぞれ19人 岩沼が18人ななどとなっています年代別では10代が43人、40代が32人、30代が28人、50代が26人、20代が25人などとなっています。